アメリカの国土が日本サイズに縮小し、今の日本がある位置にアメリカがあると仮定しましょう。輸送コストを考えると、近くにある国々と貿易するのが一般的です。こんばんは、皆さん。バッタムです。カッミミです。DKR チャンネルへようこそ、フィリピンから。今回は、If Japan had never existed, why the whole classroom was in turmoil? When a professor emeritus at Harvard University said, 日本のします。チャンネルのコレジット。それでは早速始めましょう。アメリカの名門ハーバード大学の有名な教授が講義で述べた一言が注目されています。もし日本が存在しなければ世界の産業は最低でも50年遅れていたでしょう。この発言を聞いた海外の学生、特に中国人の学生たちが強い反発を示しました。それに対し教授は冷静に反論しました。頭の中に世界地図を思い浮かべ、日本を取り巻く周辺国を思い出してください。日本を宇宙から見下ろしたら、右にアメリカ、左に中国、左上にはロシアがあります。つまり世界の主導権を争う大国たちと近接していることがわかります。もし近代化が最も進んだ大国の中心に日本が存在しなかったら、歴史は大きく変わっていたことでしょう。その上でまだ日本を小さな国だと言い張ることができるでしょうか。教室はしばらくの間静まり返ったそうです。一体何が起こったのでしょうか。詳しくご紹介します。ジェフリー・ジョーンズ教授はハーバード大学のビジネススクールと日本研究所を兼任されている優れた教授です。30年以上にわたりハーバードだけでなく、スタンフォードやイェール大学などアメリカの名門大学でも教鞭を取ってきた経歴を持っています。またジョーンズ教授は明治維新を引き起こした武士の役割や岩崎弥太郎、渋沢栄一といった偉大な人物、さらに環境ビジネスまで幅広い研究分野で優れた成果を残しています。ジョーンズ教授はある雑誌のインタビューで、日本は他の国々とは異なり、明治維新によって国の社会制度を一変させたことが得意な点ですと説明し、日本から学ぶべきことが多いという信念を強く抱いていることを明かしました。1973年に創設されたハーバード大学のエドウィン・オーライシャワー日本研究所は、設立当初は一人の学生しか提供していませんでしたが、現在では年間500人近い学生が集まるほどの人気を博しています。ジョーンズ教授は日本研究所で学生に向けて、今こそ日本を研究する価値があるという内容の講義を行いました。さまざまな学生が教室に集まり、なぜ日本を研究する価値があるのかという疑問を持つ学生たちも多くいたそうです。教室は立ち見で参加する学生が出るほどの満員で、ジョーンズ教授の講義が始まりました。皆さんは日本に興味を持っていますか。日本に関心を持つ理由がポジティブであってもネガティブであっても、この講義に参加した人々はおそらく興味を持っているのではないでしょうか。たった1時間の講義では日本について十分に学ぶことができません。ですから今回は日本について学ぶ価値があるということに焦点を当てて説明していきたいと思います。この時あるイギリス人学生がジョーンズ教授に質問しました。日本は確かにアニメや日本食といった面では価値のあるコンテンツを世界に提供していると思います。しかし文化的なコンテンツ以外では日本に注目するほどの価値があるとは思えません。一昔前はロックフェラーセンターを買収するほど勢いがあったそうですが、現在の日本経済は20年近く停滞したままですし、国民の多くが高齢化しています。アジアの端にある小さな国から今さら学べることがあるとはどうしても思えないのです。ジョーンズ教授はイギリス人学生の質問について考え、アジアの端にある小さな国、その地理的条件がまさに答えを含んでいると語り始めました。まずは国境について想像してみてください。あなたの出身地であるイギリスは日本と同じ島国ですが、海上で隣接している国々はヨーロッパ諸国、近くはアイルランドやフランス、北欧へはアイスランドといったところでしょう。しかし日本が隣接している国々は、東はアメリカ、西は中国やロシアといったように、世界で最も影響力のある超大国ばかりなのです。そして日本はその3つの超大国とそれぞれ戦争をした経験があり、アメリカ以外には勝利しているという驚くべき事実もあります。
イギリスが他の国の協力も得ず、武力でロシアや中国と対抗できると思いますか？そしてアメリカという超大国との戦争で敗れた日本人は、GHQ の支配から解放された今でも戦争放棄を憲法に刻んだまま平和的な精神を継続しているのです。この戦争放棄という自戒を守り続けるのがいかに困難であるか少し説明させてください。この後ジョーンズ教授が続けた言葉は多くの学生たちに衝撃を与えました。まずは日本の隣国である中国と北朝鮮、それに韓国やロシアが日本とどのような外交関係を築いているかについて話したいと思います。中国人は日本との国境線をたびたび越えてきては不法に漁業を行ったり、日本の領土である尖閣諸島に侵入したりと挑発行為に及んでいます。それを横目で見た韓国人たちも便乗しようと中国の傘に隠れながら竹島は自分たちのものだと主張しています。抑えることのできない世界の国々との抗争の舞台にありながらも、日本は戦争を放棄し続けることで国際社会において模範となる存在とされています。しかしながら周辺国からの脅威に対しても揺るぎない意志を持って立ち向かいつつあるのが日本の現実なのです。知っての通り韓国は内閣の支持率が低下するたびに反日問題というテーマで煽り立て、国内の関心を他へ向けようとする姿勢を見せています。また北朝鮮も同じく朝鮮民族を抱える国でありながら経済的な窮地に陥るとミサイルを日本海に向け発射し、隣国である日本を脅かし続けるのです。そして日本の東北に隣接するロシアも戦闘機を千島列島に頻繁に派遣し常に脅威を与え続けているのです。このような外交の姿勢は明らかに友好的とは言えず、欧州連合の理念である隣国を尊重するという価値観からは大きく逸脱していると言えるでしょう。日本はこのような状況に直面しながらも戦争放棄の誓いを貫き通しているのです。それは日本の武力が劣っているからではなく、むしろ自衛隊は中国海軍をもしのぐ軍事力を誇っているのです。それでは次に日本国内に目を向けてみましょう。中国やベトナムなど物価の安い国々からは低賃金で働く労働者が日本に押し寄せ、日本人労働者たちは仕事を奪われることが増えています。その結果本来国内で消費されるべきお金が海外へ流出し、失業率の上昇や失業者救済のための社会保障費の消費といったマイナスの連鎖が生まれています。このようにジョーンズ教授が話した後、イギリス人学生に向かってあなたの国ではこのようなことが起こっていますかと質問しました。イギリス人学生は赤面しながら、イギリスでは外国人労働者を厳しく規制しているためこのようなことは起こっていません、その他のヨーロッパ諸国でも同じだと思いますと答えました。教授は学生に礼を言い、日本人の苦労はそれだけではありませんと話を続けました。外国人労働者たちのマナーや行動は現地の日本人と比べて民度が著しく低いと言わざるを得ません。これにより何十年何百年という長い年月をかけて築き上げてきた日本の平和的な精神や安全な住環境が揺らぎ始めています。ここで一つの事例を挙げましょう。ベトナムから日本に留学という名目でやってきた留学生のケースです。彼は日本語の学習を口実に学生ビザを取得しましたが、実際には高い賃金を得るために日本で働くことを目的としていました。なぜならベトナムで数十年かかるような報酬がたった1年で得られるからです。そのため週28時間以上の就労が許されていないにもかかわらず、制限時間を大きく超えて違法な長時間労働に励みます。過労によって体調を崩してしまった彼は仕事を辞めて3ヶ月分の家賃を給付金として日本に保証してもらうようになりました。そういった日本の税金で運営されている社会保障の恩恵が彼らのような外国人に回っているのです。しかしここで注目したいのは、こうした問題を取り上げて怒りをあらわにする日本人がごく少数であるという事実なのです。この話に教室では学生たちの議論が起こり、地政学的に不利な日本に対する認識を改め、彼らの平和的精神を称えるような声が上がり始めました。次に教授は日本が置かれている状況について講義を続けました。相手のことを理解するためには自分が相手になったつもりで考えればいいという法則に従って、日本から何かを学ぶために我々も日本人になったつもりで考えてみましょう。
アメリカの国土が日本サイズに縮小し、今の日本がある位置にアメリカがあると仮定しましょう。輸送コストを考えると、近くにある国々と貿易するのが一般的です。そうなると、アメリカはお隣になった中国がメインの貿易相手になります。中国から安くて低品質な商品がアメリカを席巻するようになるでしょう。しかし、こちらから中国に輸出しようとすると、中国はアメリカ製品に最大限の関税をつけて、事実上アメリカの輸入を拒否することになります。ロシアは毎月アメリカの国境に侵入し、アメリカ北部の島々は自国の領土であるとアピールするため、定期的に戦闘機を出動させてくるでしょう。そして中国や韓国はロシアに負けじと、アメリカ南部の島々はこちらの領土であると無茶な主張を始めます。アメリカの労働は中国人やベトナム人労働者にとって代わられることになります。こう考えると、彼ら日本人の気持ちを少しは理解できたのではないでしょうか。70年以上もこのような苦境に耐えながら、不合理な嫌がらせをひたすら我慢し、黙々と努力を積み重ねて世界の先進国として認められる国は他にあるでしょうか。日本はアジアの端に位置し、アメリカ、中国、ロシアという3つの超大国が交差する極めて重要な場所です。その上、国土は狭く、若い人口も少なく、資源や地理的な優位性もほとんど持っていませんが、それにもかかわらず世界第3位の経済大国になっています。この事実自体が日本から学ぶべき価値があるということを示しているのではないでしょうか。日本人ほど勤勉で教養があり、技能に秀でた国民は他にいません。トヨタ、ホンダ、ソニー、ユニクロ、ニンテンドーといった世界的に有名な日本企業を皆さんもご存知でしょう。彼らが持つ真の資源は人的資本なのです。さらに広い世界の中でも、特に日本人は社会意識の高い人々です。彼らから多くのことを学ぶことができますが、特に価値のある学びは彼らの平和的な精神ではないでしょうか。今回の講義を聞いて、日本についてさらに深く研究したいと思った方は、ぜひ日本研究所を訪れてください。講義の最後にこう話して締めくくりました。ジョーンズ教授の講義の翌日、ハーバード大学では日本学を専攻したいという申し込みが殺到しました。一方で数人の中国人学生が怒りを抑えられない様子で、日本研究所を訪れ、中国を侮辱したジョーンズ教授は我々の前で謝罪すべきだと抗議しました。怒った中国人学生たちと対面し、同情したような表情で現れたジョーンズ教授はこう話しました。私は中国が犯している隣国との摩擦問題をありのままに述べただけです。もし皆さんが不満を抱えているなら、それは私に伝えるべきではなく、中国政府に抗議する方が適切でしょう。それが最良の選択で、自国のためになるでしょう。ジョーンズ教授に助言された中国の学生たちは口を閉ざし、日本研究所に背を向けることしかできませんでした。中国では政府の決定に抗議することは禁じられています。もし日本の平和的な精神が失われたら、中国やロシア、アメリカの関係はどのように変わるのでしょうか。今回の講義のテーマである日本人の平和的な精神を世界に広める前に、私たちが一番学ばなければならないのは日本に一番近い隣人かもしれません。そして私たちはジョーンズ教授の言葉を胸に、日本人としての誇りを忘れず、先人たちが築いたこの素晴らしい日本を守っていくべきでしょう。それでは今回のニュースに対する海外の反応をご紹介します。日本がなかったら現在のようになっていたか想像できません。本当に日本は驚嘆に値する国です。平和的な精神を貫く日本人は人間のあるべき姿だと思います。また日本が世界に大切なことを教えてくれました。いつか必ず日本に移住します。これは国がどうこうというよりは、やはり人間性だと思います。日本人は基本的に思慮深い人々です。お願いですから、日本はずっと変わらないでほしいです。心からの敬意を日本の人々へ。今世界は様々な問題に直面しています。それでも日本は困難に直面した状況の中で世界に希望を与えてくれました。私たちも彼らから何かを学ばないといけません。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。
そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。 Well, there's a lot to learn in this video, and I totally agree, guys, that maybe without Japan, we are still living with technology not as good as today. Yes. Yeah. And, you know, the edge of Japan in Asia and all over the world is their high IQ. And of course, this heart. The heart. Yeah. ありがとうございました。